はい、こんにちは、ボケです。新女神転生5やっていきましょう。ちょっと前回の続きなんですが、一回ね、ちょっとギュスターヴのところに行こうかな。何か報酬がもらえると思うんですよね。お前、いいもん持ってるじゃねえか。いいもん？それのことだ。ぜひそれを俺に譲ってくれ。どれのことだ？品物の価値にふさわしいだけの価格で買い取るぜ。さあ、早く俺に売却してくれ。あ、これ異物が売れるのかな。あ、自動販売機などで手に入れた異物を売却し、マッカに変えることができます。あ、お金稼げる。お前はこれまでに5体の未満を発見したようだな。褒美にこれをやろう。魔石か。魔石を3個手に入れた。あんま嬉しくないな。あ、無理だそうだもん。もらえる。次は10体で褒美をやろう。しっかり探してこいよ。はい。じゃあ缶ジュース売っていきますか。6個あるからね。うん、プラス360マッカになる。あ、助かる。異物なるべく拾った方がいいんですね。よし、じゃあさらに先にね、進んでいきましょうか。だってこの歩道橋も上になんかあったりするんじゃない？あ、いたいた。ミーマンがいました。高いところから周囲を見渡せば、いろいろ見つかることもあるよ。なんかいろいろ教えてくれるんだよね、ミーマン。高いところから見渡してみる。なんかあるのかな。まあ行っちゃっていいかな。こっちの方も何もないよね。なんかね、こっち赤いんだよな。何これ。なんかボス戦があるかな。前方に存在する赤いオブジェ。赤いオブジェ。そこから強力な悪魔たちの気配を感知した。強力な悪魔たち。あれはマガツカと呼ばれるもの。マガツカ。溢れる霊力を求め集まった悪魔たちの住処だ。近づくのは危険だが、東京タワーへ向かうにはあれを破壊して進む必要がある。戦闘は避けられない。もう戦うんですね。現在の我らの戦力なら進むことは可能だ。可能だが、危険を感じたら無理せず戻ることを推奨。うん、戻るって言ってもな。マガツカとは、湧き出る霊力を悪魔たちが占拠した場所で、近づく者には攻撃を仕掛けてきます。マガツカに救うリーダー悪魔を撃破しない限り、周囲の悪魔たちは出現し続けるため、注意が必要です。リーダーを倒すと、マガツカは消滅し、霊力がナホビノの力となります。なんだ？普通に戦うだけじゃないの？悪魔が、はぁ、いっぱい出てきたよ。避けながら、ああ、突っ込んだわ。あの、一番奥を早くやっつけないと、出続けるってことね、これが。奥まで行けばいいのか、これは。ああ、突っ込んじゃったな。大丈夫かな？これなんだっけ、アルラウネじゃなくて、ドリアード？名前がわかんないんだ。あ、違う、マンドレークね、マンドレークだ。ちょっと待って。マンドレークはね、火炎に弱いんじゃないかな。要はレベル7だな、高いな。レジスト、ジオが効かない。ザンはどうよ。32か。ルフは、まあ普通に効くな。ちょっとスライムもういらないや。ホンモラキに変えよう。パーティーに出ていなくても経験値はもらえていたのかな。あ、飛ばされてしまったな。ちょっと待って、これあれやろう。マガツトキ会心。使っていきましょう。ちょっと今更だな。最初に使うべきだったな。ほんで、ぶん殴る。うん、最初にやるべきでしたよね。アタック。まあ、主人公結構ね、あ、言ってへんな。あ、怖い。ああ、よかった。マガツ火を貯めている。ぶん殴って、あれ、ちょっと待って。さっきのって、一旦そのターンしか効果ないんですね。あの、マガツ火ゲージ。せっかく貯めたのに。そんで、オンモラキでアギだな。ほら、アギ弱点だと思ってたよ。で、殴る。
倒せないことはないかな。あ、ちょっとやめろ。ピクシーを狙うんじゃねえ。痛え。なんでクリティカルがやたら出んだけど、何それ。ナイスだ。避けてくれた。どうしようかな。とりあえずピクシー回復したいな。血返しの弾もう持ってないからさ。2体目。2体目倒したよ。アギして。アギプラス2なんだね、このモラキ。強いな。ちょっとパスして。ああ、ダメだ。パスしちゃダメだった。あ、危ねえ、ピクシーが。やたらクリティカル出てたよね、今。マガツヒゲージが溜まってたからかな。違うの。これ攻撃した方がいいかな、もう。ザン使ってこう。これでとどめじゃん。レベル上がった。電撃の消費石もらいました。結構マッカーもらいましたね。レベルアップ。どうしようかな。体力上げといた方がいいかな。魔力上げようか、とりあえず。体力上げてもね、HP が増えるわけじゃないみたいなんですよね。火ダメが減る。よっしゃ、このスキル前から欲しかったんだ。ブリンパか。まあ嬉しくないスキルばっかり覚えるな。倒しました。なんだっけ。マガツカね。マガツカを破壊したことで、マガツヒを得た魔法瓶の間、大いなる力、カムイを覚醒させた。うつせみの極意一。神の懐。なんかいろいろ増えましたね。これでどうなるんだ。マガツカによって妨害されていた周囲の地図が表示されます。今後もマガツカが存在している地域は破壊することで視界が開きます。攻略を進めるためには可能な限りマガツカを倒すといいでしょう。おい。少年。よくやった。よくやった。これで先へと進むことができる。なんか、ずいぶん先長いな。一回戻ろうかな。さっきのね、龍脈。なんか今、カムイがね、強くなったみたいなんで、また新しいパッシブ的なものがもらえるのかな。聞け。このダートの秘物であるマガツカを破壊したことで、何時にカムイが目覚めたのだ。されど、それだけではカムイは使えぬ。カムイ習得には、ミーツと呼ばれる霊力が必要だ。オッケーオッケーオッケー。ミーツが必要という感じですね。カムイを得る覚悟ができたならば。邪教の世界にある神魔の儀では、カムイの習得と呼ばれる方法で、ナホビノに様々な能力を習得させることができます。見てみよう。あ、うつせみの選択可能スキルが一つ増える。これ欲しくないですか？多分これやればブフ覚えられたんじゃないかな。神の懐、ストックできる仲間の枠を一つ増やす。ナホビノのスキル枠を一つ、これも欲しいな。仲間の技数もね。バローズアプリみたいなもんですね、これ要するにね。あ、じゃあなるべくあいつ捕まえなきゃいけないんだ。見逃さないようにしたいですね。回復はしなくていいかな。どうかな。回復しといた方がいいな。もう1回で170マッカとかかかるんですよね。これ主人公の体勢を変えるにはどうしたらいいんですかね。なんかそのうつせみを使って体勢を変えたりとかできないのかな。この辺がちょっとよくわかんないですね。この受殺体勢がね、弱点になってるの危険だなと思ってるんだけど。じゃあね、奥に進んでいきましょう。これ奥に見つけましたよ、イマル。奥にというか上にか。東の方に人間いたよ。珍しいね、びっくり。ミーツ5個手に入れた。どうしようかな、もう解放した方がいいかな。と少しうろうろしてみますか。あれ、またか。どこにいるんだ？私だよだよ。あれ、上に小玉がいるな。須玉？小玉？マガツカの悪魔たちを倒すなんて、あんた強いんだね。でも、多勢に無勢だったし、怪我なんかしたんじゃない？回復したよ。あ、そうだ！これ、
あんたにあげる。ん、なんだ。別にあんたのために探したんじゃないから。偶然拾っただけだから。ほら、受け取って。積んでるかな。宝玉を差し出している。え、何この選択肢、どうしよう。宝玉欲しい、受け取る。もらっとこう。この間のお礼ってわけじゃないけど。少しは役に立ったかな。ありがとう。あんたが望むなら、私がもっと探してきたよ。宝玉もっと欲しい。少年、この悪魔の目的が不明。悪魔の目的が不明。先へ進む。大丈夫か。青髪に、青髪に従って大丈夫かな。一緒に連れて行きなさいよね。うん、違い師の玉が欲しい。約束したからね。ね。うん、麻生の悪魔は姿を消した。待って、上にね、須玉？小玉？これどっちですかね。いるんだよね、これ。どうしたらいいの？これ敵じゃないの？ジャンプ中はね、この攻撃モーションできないんですよね。待って、そこに、あ、誰かいるな。まあ、とりあえずね、また、イマリだっけ。イノマ今の、なんだっけ。忘れちゃったよ。イオマか、イオマ。あれをね、探しながら進んでいきましょう。イマリ？あれ、猛暑坊がいる。ここはね、20年くらい前かな。その頃にできた新しい魔界なの。これね、メッセージボックス消せるんですよね。メッセージウィンドウ。それまでは人間が住んでた世界なんだって。どうして魔界になったかは誰も知らないんだ。え、どうしてなったんですかね、魔界に。誰かが魔界にしてしまったんですよね、おそらく。ちょっと先を目指していきますか。なるべくね、こう周りを見ながらね、見渡しながら進んでるから、すごいね、ゲーム用意してしまう。あ、いた、譲る。無事でよかった。いや、よくわかるな、この姿で。君は姿は大きく変わったようだが、なぜだろうな。一目で君だと分かったんだ。人の姿でいた。見てくれ。電車がある。電車があるよ。ボロボロに錆びれているけど、銀の車体に緑のライン。いや、よく生きてたね、この世界で。これは山手線の車両じゃないか。山手線か。もし山手線だとして、この朽ち方は何だ。年月が経ってるってこと。僕がトンネルに飲み込まれた後、東京に一体何が起こったんだ。ん？ここ魔界らしい。ここは魔界らしい。20年後の東京かも。まあいいや、魔界らしいかな。20年後？そんな。だが魔界にどうして古びた車両が。いや、判断するには情報が少なすぎる。まずは一緒にいた生徒たちを探してみよう。確か太宰もあの場にいたはずだ。太宰が連れて行かれたんだよな。え？太宰が天使に連れて行かれるのを見た。見た見た。なら手分けしてその天使の行方を探そう。すげえな。心配しなくても大丈夫だ。実は僕には悪魔を刺激する力がある。なんで？世界の秩序を守るある組織から悪魔召喚プログラムという力を授かっていた。悪魔召喚プログラム。伝説の悪魔たちが闇から目覚め、東京を狙っている。それに抗うために渡された力だ。誰から？自身を守るためだけでなく、誰かを救うために使いたい。いつ？いつからそんなことできるの？別々に行動し、太宰を探そう。別々に。何か分かればアプリで連絡を入れる。別々なんだよな。伝説の悪魔が徘徊する危険な場所だ。伝説の悪魔。お互い、十分に注意して行動しよう。はい。ゆずるは立ち去った。なんかスマホで連絡取り合ったりとかできないのかな。少年、天使捜索の前に。まずは東京タワーへ向かってほしい。東京タワーね。わかってる。どうして？わかってる。ありがとう。ありがとう。東京タワーがとりあえずの目的地なんだな。これどっち側に向かっていけばいいんだ。あ、下にね、宝箱がありますね。こっち側向かってこうか。なんか珍しい悪魔はいないかな。いるいるいる。なんだっけ、もう名前忘れちゃったよ、すぐに。
マンドレーク捕まえておきたいな。悪魔は身構えている。こちらも、いやいや構えを解かせる。それじゃあちょっとだけね。あなたって新しく来た悪魔だよね。どんな悪魔なんだろう。どう接しますか。どうしようかな。友好的。悪魔同士仲良くしようね。どうしようかな。あなたの HP すっごく欲しい。いいだろう。すんげえがっつり持ってかれるんですよね。魔石が3個欲しい。いやまだね、あんまり、まあいいや、いいだろう。いいわいいわ、あげるわ。高い !205 マッカ。いいだろう。このくらいかな。ありがとう。よかった。私は妖魔マンドレイク。今後ともよろしく。オッケー、一発で仲間に入れられたわ。そんで、お前は倒しておこうかな。経験値も欲しいんでね。あれちょっと待て。なんか出てきたよ。あれ倒せるかな。先見たな。倒せる気がしねえんだけど。ブロック？なんでブロックなの？物理攻撃が効かないんだけど。ダメだ、わかんない。ちょっと後にしよう。マンドレク倒しておこう。先にね。ランダマイザーとかやってくんの？ランダマイザーってこんな序盤で見ることになると思わなかったな。全能力下げられちゃったよ。あいつ多分ほっとけばね、逃げるんじゃないかなと思ってるんだけど、逃げないんだな。なんで？とりあえず、マンドレークは倒しておこう。あいつどうしようかな。ジオンは効くかな。物理効かないんですね。あ、雷も効かないや。ああ、どうぞ、やっぱり逃げられた。痛かったな。あれ何？普通に出てくるんですね。御霊系の悪魔。急に出てきたんだけど。で、これは？あまり痛そうな。いたよ、ここに。ミマンだった。全然違う名前だった。高いところからダッシュで滑るとサーフィンみたいで楽しいよね。そうね。何かカムイを増やしていきますか。結構溜まってきたよ。あそこにもいる。何匹目かもう分かんなくなっちゃったな。見たまを見たら彼って死んだじいちゃん言ってたよ。俺にじいちゃんいたの。ミマンね。ミマン、ミマンっていう名前すぐ忘れちゃうな。10体目のミマン。全部で何体いるんですかね。この上にはいけないのかな。待って、そこになんか印がついてんだよね。あ、ガキか。ガキがいるのかな。この上かな。トンネルの上にいるっぽい。あ、そこか。あれ違うな。これなんだ。これなんだ。あ、え？そんなもらえるの？ミーツを50手に入れた。急に大量のミーツが手に入った。あれ待って、違うんだよね。ガキのクエスト。あ、もうちょい先か。まだ先なんだ。ミーツが大量にもらえたね。これ上から行く必要は特にないのかな？ないな。また流血があるよ。また流血がある。三つ目の流血だわ。ザントマンがいるよ。待て、少年。この気配は？この気配は？久しぶりだね。もう気配でわかるようになっちゃったね。久しぶりでさっき会ったばっかりだけど。いろいろ探してきたんだ。だから約束通り一緒に連れて行ってね。なぜ一緒に行きたいのか。何を探してきた？あんたの役に立ちそうなものいろいろだよ。だからいいでしょ？そうしたらいろいろ見つけてあんたの役に立つからさ、ね。何かなこの子。私ね、ある悪魔を探してるんだ。なんだ？それは私の失われた半身。そう、運命の相手なんだよ。なんか思ったよりでかいもの探してる。わかる？このローマン。なのに邪魔する悪魔たちが多くて困ってるの。連れてくことになるのかな。和装の悪魔には事情があるようだ。同行を許可する。連れてく。ペペチ僕は、ペペチは同行を許可し、東京タワーへ向かうと告げた。やったー！ありがとう！それでそれで？あんたは
東京タワーへ向かうんだね。結構遠いよな東京タワー。え、あそこには塔の悪魔って呼ばれる怪物がいるんだよ。塔の悪魔、だからそいつに負けないように私がサポートしてあげる。うん、この子何してくれるんですかね。私は天の雑魚。天の雑魚、今後ともよろしくね。天の雑魚、天の弱じゃなくて天の雑魚がクエストナビになりました。クエストナビとは、クエスト発動中、ナホビノに同行して移動をサポートする悪魔の名称。戦闘には参加しませんが、マップ上でアイテムを発見し、告知したり、目的地の試算をしてくれます。クエストナビの誘導に従いながらゲームを進めてみましょう。なんか特別な悪魔なんですね。てっきり戦う用の悪魔かと思ってた。違うんだ。じゃあね、また三つ目かな。流血を見つけましたんで、ちょっと一旦ね、今回はこの辺で終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。